二中歴は鎌倉時代初期に成立したとされる時点である。その内容は平安時代後期に成立した小中歴と海中歴の内容を合わせて編集したものとされている。現代では小中歴の一部が現存するのみとなっており、二中歴がこれらの存在を知る手がかりとなっている。小中歴と海中歴は三好溜康の手による、 平安時代後期のものと推定されているが、日中歴の編纂が誰によるものであるかは不明である。現代には、御子教格文庫本と呼ばれる、画がが、前田家に伝わる古写本が残されているのみで、これは鎌倉時代後期から室町時代にかけての五代醐天皇の頃に作られたと考えられている。小中歴の序文には、源のためのり、 口ずさみの内容が十分でないので新たに編纂したと記されている。御事教格文庫本には、純徳天皇の御御に編纂されたとあり、1210年から1221年頃の成立であると考えられている。日本で最初の年号は645年の大化であるというのが通説であるが、日中歴、第二の年代歴にはこれより古い年号の記述がある。 これらの言語は単なる言い伝えであり、実際には存在しなかったとも読める記述も同時に、見られ、古代の言語が存在したかどうかは、議論が続いている。また、古田武彦はこれらを、九州年号だと主張しているが、査読を経た論文は存在しない。第十の末に、京都から他の国に至る道を示した、十、悪多省のものに比べて、原始的な地図が載せられている。 第十二の訳こと歴に、高麗語、飢餓国語、天竺語、ペルシャ国語の数の1から10までをカタカナで記している。誤りが多いが、ハングル発明以前の朝鮮語を表文,文字で記した、貴重な資料となっている。将棋の歴史を知る上でも、日中歴は重要な資料である。日中歴、第十三の広式歴には、平安時代に遊ばれたと見られる大小二種の将棋に、 ついて記されており、現代では、平安将棋及び平安大将棋と呼ばれている。上記の将棋に関する記述の直後に、後孤立と題して、21兆3522億4113万1221と、11億3213万2232の二つの数列が記されている。まま子立てで立たせる人数を記したもので、前者は、軽子 実施格15人の場合、後者は各10人の場合である。それに続けて、15リターと題して、6億7215万9834の数列が見えるが、これは三々の魔法陣を記したものである。ありがとうございます。